皆さんこんにちは。本日もスカロボ F 脇役期待縛りを始めていきます。前回のあらすじとしましては、シュドウが仲間になり旧式ですが乗れる機体が増えました。そしてヒーローとギャブレイが怖かったです。とりあえず乗り換えとしましては、シュドウをジム3、ピーチャーをメタス、バーニーをネモ、こんな感じになります。今回は DC 相手なので改造はせず、インターミッションは終了です。ロンとベルはみんな仲良しです。以上。相変わらずむごい機体ラインナップですね。茶番が終わったら、いよいよ戦闘開始です。ヒーローとやり合うにはまだ厳しいので、ここは爆弾で一気に処理します。さて、ここから本番。とりあえずアムロとジュドウで、チェコを蹴散らしていくしかないので、突っ込ませます。さすがニュータイプコンビ、強いです。
やはりアムロと比べると、ジュドーは回避率が劣りますね。今後は防御がメインになるかなぁ。言ったそばから被弾、困った子だ。アムロはやっぱり太田尾正義。いや、期待のニュータイプもこれですか。マシュマ相手にこの数値、これは紛れもなく主人公ですね。意外とこの縛り、楽勝なのか？もらったー！そこ！落としてみせる！少しはできるよ。やっぱり呪道の回避がいまいちですね。呪道の機体は装甲を中心に改造が必要ですね。ここはアムロに集中をかけて総統戦をやってもらいましょう。いやー頼りになる、さすがエース。おいおい、出会い頭とはいえゴットンに被弾って。当ててみせる。やってくれたな。今後の課題はやはり火力、そこになりますね。この様子なら、よほどのことがない限り、アムロが落ちることはないでしょう。いざ、尋常に勝負！あ、しまった！
ちょっと待とうかウィンキー。さっきのゴットンといいこのマシュマーといい、 10% と 20% を被弾させるシステムよ。とりあえず受動に託すしかないですね。念のためコロニーまで交代しながら雑魚の迎撃をしましょう。自動までやられたら、ブライトさんで戦わなきゃになる。それだけは絶対に嫌だ。これでマシュマーと怠慢です。怖い。所詮は私の敵ではない。出ろ！うわ！このままじゃ。お返しだぜ！しまった！出直した！いや変な取れ高はいらないんですけどね。無事撃破です。you
アムロを失いましたが、なんとかクリアできました。次からはもっと綺麗にやっていきたいのですが、稀にこんな泥試合もありますが、ご了承ください。では、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。